今日はねずこちゃんのお着物メイクをしてみるよ。いつもとはちょっとイメージの違う着物に着替えたねずこちゃん。この着物も可愛いね。着物に似合うメイクをこのメイクパレットでしていこう。まずはアイシャドウ。アイシャドウは黄色、緑、紫、青の4色から。どの色が似合うかな。このねずこちゃんに似合いそうな色は緑のアイシャドウなんてどうだろう。緑のアイシャドウをぬりぬりしてみるよ。よし、ねずこちゃんのまぶたの上に緑のアイシャドウをぬり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 。とってもかわいい。見えるかな、光が反射しちゃってあんまり見えないかな。見える見える。わあかわいい。緑のアイシャドウすごくよく似合うね。次はほっぺに塗るチーク。竹でちょっと隠れちゃうかもしれないけど、このチーク塗ってみようかな。ねずこちゃんのほっぺにチークを塗り塗り。この辺とこの辺に塗り塗りして、指でなじませて、いい感じ。チークの出来上がり。口紅も塗りたいけど、ねずこちゃんは竹を加えているので口紅はつけることが難しそうだね。次はお着物に似合うアクセサリーをつけていこう。着物に似合うアクセサリーってどんなんだろう。あ、リボン。ここにリボンがついてて、ねずこちゃんの頭にもリボンがついてるから、リボンのイヤリングってどうかな。ねずこちゃんも似合いそう。わーかわいい。ねずこちゃんの着物と同じ色のリボン、イヤリングをペリタ。とっても可愛くて似合ってるね。ねずこちゃんのお着物メイク出来上がり。着物が引き立つ上品なメイクにしてみたよ。目元は紫色でちょっと和風っぽいメイク。ほっぺはほんのりピンク色。イヤリングは派手すぎず、そして全体的なコーデとまとまりのあるピンク色のリボンのイヤリング。かわいい。ねずこちゃんの着物メイク、かわいいと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。みんなの感想、いつも見てるよ。コメント欄に感想も書いてくれると嬉しいな。ねずこちゃんのメイク、今日はこれでおしまい。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ。誰が隠れてるか、みんなわかるかな。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れているかみんなわかるかな。正解は善逸でした。わかった人すごい。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよ
しくね。